はい、それではですね、今回は、FIFA20 やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう、プレミアリーグ第21節ですね。現在3位、8点差2で追ってますんでね。さあ行きましょう。さあ年明け1月1日、お正月でございます。ブライトンとのゲームですね。アウェイ行きます。さあ年明け一発目ということでね、しかも1月1日ということで、選手、まあちょっと入れ替えしてね、なるべくこうフレッシュな選手でいきたいですね。バッチは残しておいて、カンテもちょっと休みを入れないと、年明けからですね、またチャンピオンズリーグとかカップ戦とか言うと、またね、もう忙しいとこに入りますんで、ちょっとね、なるべくこうメンバー入れ替えながら選手層が厚いところを見せていきましょう。ね、ウィリアムも今日はお休みで、よし、じゃあ今日はこのメンバーでいきたいと思います。いきましょう。さあここ最近ね、かなり、調子はね、チーム自体いいですからね。年が明けても、連勝を続けていきましょう。激闘前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。アメックススタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。年が明けても熱いサッカーをお送りしていきます。この一戦はブライトン&ホーブアルビオンがチェルシーと戦います。年末に体調を崩した選手がいないといいんですけどね。新年もいい試合に期待しています。このゲーム、好調な攻撃陣も要するアウェーチームですが、これまで挙げた得点数はリーグトップを記録しています。攻撃陣は自信を持ってプレーしているでしょうね。面白い試合を期待できそうです。さあ年が明けてもね、攻撃力は落ちないように保っていきましょう。ユニフォームが分かりにくそうな感じだね。向こうは青と白で、こっちはね、まあ、白ですけど、ちょっと一瞬分かんないかもしれない。さあディフェンダーが5人、キーパー一緒なんだよな、ユニフォームな。4-5-1のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。さあブライトンボールから、ボールが動いてキックオフ、試合開始です。やっぱちょっと分かりにくいな。さあペドロ、バチワイから、ジョルジーニョ、うわいっと奪われない。中横、コバチッチ、ディフェンダーをうまく壊した。ディフェンスのプレッシャーが厳しいですね。よく寄せていました。いやーでもちゃんと相手の選手を見ていますね。新年一発目のシュートでしたね。いきなりは決まらなかったか。
戦う前からなかなか盛り上がってますね。サポーターからも勝ちたい気持ちが伝わってきます。さあ右サイドからミヒーバチャ、おえっとパスカル・グロス、あっ取り切れなかった。アーロン・ムーイ、いい形でゴール前まで持ってきました。ケネディ、アロンソ、ジョルジーニョが突破した。来たドフリー。オッケー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 、新年一発目明けましておめでとうございます。試合の動きが楽しみですね。ここは無人のゴールに放り込んでいます。さあ今日の一発目、バチュアイでしたね。ジョルジーニョディフェンスライン突破して最後はバチュアイ。さあ17ゴール目、キックオフ、試合はチェルシーがリードしています。さあ6分、先生相手ボールになります。さあ上取って、うわ、果敢に仕掛けてボールを奪いました。グロス、トロサー、いい狙いでしたが、そのパスが強すぎました。マルコス・アロンソ・メンドーサ、ジョルジーニョ、ケネディ、いやファールですね、ファール。フリーキックの判定です。カードは特に出ないようですね。ジョルジーニョ、ジョルジーニョはね、いいっすよ。いません、結構外に出てスローインになります。チェルシー、ケネディから、はい、バチュアイ、あれ、あれれれれ、決まらないか。狙っていく姿勢がいいですよ。監督も頭を抱えています。今のは2点差にしておきたかった場面でしたね。今のは決めてほしかった。ペドロ、ペドロ、ペドロ、バカ横、はい、決まる、2点目。いいですね、新年からゴールラッシュ。近距離から決めてきました。素晴らしいですね。オッケーオッケー、コース完璧。嬉しそうです。勝ちを確信しているのかもしれません。さあバカ横、プレミアリーグ今シーズン最初のゴールですね。さあ2対0、パスカル・グロス、レアンドロ・トロサール、ドリブルで持ち込んでいます。パスカル・グロス、これは見事なインターセプト。ファールでしょう。チェルシーのアドバンテージを見ています。アドバンテージ取ってもよかったよ今のは。ミヒー・バチャ、はい、ここでボールを失います。うおー、いいスペースにボールを出しました。裏来るけど、オッケーオッケーオッケー。ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、
いやー、いいパス。チェルシーパスをつなげない。取られる。ベルナルド・フェルナンデス。どう抜かれる。ファーにボールを入れた。先方に運びました。ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。オッケーオッケー。よしよし。いやー、うわ、素晴らしいパス。守りきれるか。決まらない。そして決まらない。あ、ファールですね。はい。あまり無理をしません。イエローです。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから、妥当な判断かもしれません。ジョルジーニ、マルコス・アロンソ、中にクロスが入った。ちょっとクリアが小さいか。なんとかクリアしましたが、相手の攻撃は続きます。コバチッチが、チェルシーのスローイン、マイボールです。ペドロ、ここは体を張ってボールを。いやー、素晴らしいところ。逆サイド、落ちないか。いや、強えな、クリステンセン。メンドーサ、アンドレアス・クリステンセン。チャンスを伺っています。タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。ジョルジーニュ、さあ、うまく無駄。コバチッチ、綺麗なタックルです。これ止まる。ムーイ、フロリン・アンドネ、ダビデ・ザッパコスタ。ペドロとザッパコスタで運んでいくザッパコスタが、おー、うまい。外から中へ。あー、ここで大きく前に出します。クリステンセンが強すぎるだろ。いやー、ヘディング強いな、やっぱいいですね。味方がサポートに来ます。おほー、素晴らしい。マルコス・アロンソ、中の選手を狙ってきた。いいところ、ピッ、決まんないか。チームのピンチを見事に救いましたね。いや、ドンピシャのとこ、クロスうまかったな、今。コーナーです。ペドロのコーナー、ボールをクリアしました。コバチッチ、ジョルジーニュ、マルコス・アロンソ、メンドーサ。アロンソ、目の前にスペースがあるようです。いやー、取ってください。狙える位置です。クロスのチャンス、オッケー、クリアしました。ひとまず安心です。オバチッチからペドロ、ペドロがサイドに展開します。あはペドロがボールを運ぶ。行きました。中に入れたい。ファーの選手を狙ってきた。思いっきりよく放ったシュートはクロスバーを直撃。ミドルレンジから狙いましたが、少し高かったようですね。いやー、完璧に今決まったと思ったんだけど。バカ横。二発目とはならずですね。ちょっと3点目が遠くなってます。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。さあ、ケネディ、アロンソ、
アロンソが行く、アロンソが行く、アロンソが行く。サイドからのチャンス。いいクロスだ。マイナスのボール。はい。なぜ？前方に運びました。なぜそれが決まらない？ムーン。フロリン・アンドレ。おお。チェルシーからのスローインでゲームが再開されます。ちょっと3点目が決まんなくて、カウンターとかちょっと気をつけましょうね。ダビデ・ザッパコスタ。ジョルジーニュ。コバチッチ。コバチッチ。チェルシーの最後のひらめきはどう出るでしょうか。アーロン・ムーイ。フロリン・アンドネ。さあ仕掛けてくるのか。前に運んでいます。危ないよ。キーパーの守備範囲でした。そこにはちゃんとキーパーいますから。おい、バカ横は取られません。この選手が視点となってパスを回しています。ムーン。ここはディフェンダーが読んでいました。うわ、素晴らしい。ジョルジーニョアドバンテージを見ています。コバチ、ああ、読んでいましたね。ペトロには取らない。いい形でゴール前まで持ってきました。さあどうする。ここはキーパーが簡単に抑えました。ね、一旦落ち着いてね。おおおおお、ちょこれは止めないとやばいよ。危ね。残念ながら得点にはつながりませんでした。1点差にしておきたかったですね。攻撃の形はできていましたから、こういう場面こそ丁寧なフィニッシュが求められます。さあ時間は45分もう過ぎていて、アディショナルが3分です。コバチッチ。アイズボールになりました。危ない危ない。ジョルジーニュ。バカ横、何を狙うのか。うわー、バカ横を取られる。これは見事なインターセプト。チェルシーが入ってきました。いい形です。ザッパコスタ。うわーっと、ザッパコスタがいけないか。パスカル・グロス。プレスが効いている。いやー、バカ横。バカ横を外してしまいました。いやー、バカ横。ここでホイッスルで前半終了です。非常にいい内容で後半を迎えます。この選手は期待した通り素晴らしい働きぶりですね。チョルジーニョはね、すごい良かったね。体が切れていた。こういう選手がいると周りの選手も心強いですよ。パスも良かったですね。で結構ね、振り向けるんだよね。ボールもらってから。良かったですね、ジョージーニョ。さあでは前半ハイライト見て、後半に行きましょう。ボールを運んでいます。抜いた。周りを確認したい。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのここから狙うのか。バーチャイ。外れはしましたが乗っています。積極的に決めに行きます。惜しかったですね。ペドロ。
近距離から決めてきました。これはマルコス・アロンソ、中の選手を狙ってきた。キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。中に入れたい。思いっきりよく放ったシュートはクロスバーを直撃。ミドルレンジから狙いましたが少し決まれば1点差。残念ながら得点にはつながりませんでした。1点差にしておきたかったですね。攻撃の形はできない。パスカル・グロス、プレスが効いている。 TMA バカ横、このシュートは吹かしてしまいました。さあ、ということで、1月1日のゲーム、前半2対0で折り返しております。さあ行きましょう、後半。ちょっとね、前半の最後の方は、シュートがね決まらなかったので、ちょっとなんとかね、その流れはちょっとこの後半開始で断ち切りたいですね。パスが通る、ゲームを作るパスが光ります。マテオ・コバチッチ、ジョルジーニョ、チャンスを伺っています。さあクリステンセンが上がってきて、ここはシュート。クリステンセンが上がってきて、この選手が勢いをつけないと苦しいでしょう。ここまでは目立たない印象です。試合の流れに乗っていないのか、流れを作れていないのか、いまいちな感じですね。ボールが来なければそもそも仕事はできません。まずはチャンスを作らないと、このままズルズルいきますよ。そこな、弾いた。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここは引いています。相手を誘っているのでしょうか。さあジョルジーニョ、ジョルジーノから、いいところに出た。おお、そっちかい、マークも厳しい。ムーイ、パスカル・グロス、噂されてはいましたが、どうやら移籍が正式に決定したようですね。はい、この補強は大きいですよ。ほほ、クリステンセン、足が長い。ジョルジーニョ、バチュア、バチュア、軽快にボールをコントロール。体が軽そうです。そうですね。コンディションがいいんでしょうね。ジョルジーニョ、ペドロ、抜いた。周りを確認したい。おほう、バッチはいいの。このピンチはクリアです。ポストプレー、気が抜けません。チェルシーのスローインです。マルコス・アロンソ・メンドーサ、プレッシャーを感じてません。コバチッチ、かました。さあどうする。コバチッチ、コバチッチ、いやー、まだ下がってる。インターセプトでチームを救いました。プレッシャーをかけられます。うわ、かわされる。カウンターを狙えそうです。決められるか。いい位置です。ここはオッケー、クリステンセン。クリステンセンのディフェンス。バログ、仕掛けてくるのか。キーパー、ボールがこぼれました。クリアできるか。グロス、ファーを狙った。あれ、これはやーべ、このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。危なかった。ちょっと早めに3点目が欲しいですね。マテオ・コバチッチ、
コバチッチ、ペドロ、まずはパスを回して隙を狙います。さあ、いいところ、ザパコスタ、クロスはブロックする。ただいまのシュートシーンです。ペトロのコーナーで再開、ボールをはっきりクリアしたい。何をしてくるのか、ボールが変わりました。つながらない。しっかり予測していました。サイドが空いていますね。オフサイドです。オッケー、オフサイドの旗が上がっています。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。ジョルジーニュ、さあケネディが走ります。サイドへパス、横に展開してきます。クロスを出せるか。チェルシーのコーナーキックです。さあコーナーキック、ちょっとなコーナー決めたいな、久しぶりに。コーナーキックを蹴った、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。コーナーキックです。ボールを入れました。はい、ここは形になりません。ゴールキックです。バック内にはいかない。15分ですね。コバチッチ、ジョルジーニュ、マテオ・コバチッチ、ダビデ・ザッパコスタ、パコスタ、パスミス、ソリー・マーチ、ベルナルド・フェルナンデス、狙える位置です。どこまでドリブルするのでしょうか。反撃がかかるな。スケロット綺麗に詰めました。マジか、全然取れてない。かわしにかわされたね。このゴールは嬉しいでしょう。監督と一緒に盛り上がっています。ゴールが生まれました。そこに1人抜かれ、2人抜かれ、そしてキーパーまた抜き、少ないチャンスをものにしましたよ。また抜きではなかった。まだ1点リードしていますが、監督は気がかりな様子ですね。いやー、3点目取る前に1点返されてしまいました。69分、マルコス・アロンソ・メンドーサ、ジョルジーニュ、マテオ・コバチッチ、ダビデ・ザッパコスタ、さあペドロが行く。慎重に攻撃を組み立てています。ペドロがマークをかわした。クリアが足りないか。中央へクロスが渡る。
リアされて、もう一回ね、もう一回うまく読んでいましたね。はい、これ取られる。1点ビハインドの終盤ですが、サポーターは諦めていません。必死に応援してチームを後押ししています。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。ここで交代です。福西さん、さこの選手の今日の働きはいかがですか。半減球入ります。抜群でしたね。マンオブザマッチの候補じゃないでしょうかね。チェルシーがボールを失いました。フロリン・アンドレ、お鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ペドロ、ミヒー・バチャイ、マルコ・ファンヒンケル、イエーイ、ここは今頃つながんないか。前が空いている。エセキエル・スケロット、ドリブルで進んでいます。ボックス内へ入れてきた。おお、ちょっとちょっとちょっとちょ、クリアがクリアがクリアが危ねえ。オッケーオッケーオッケー。まずいね、一回ね、立て直してね。ゴール前に入ってきました。中に入れたい。キーパーオッケー。いやー、パスをつなげない。ここでためを作ります。裏も見えていたのか。この攻撃は実を結びませんでしたね。寄せられています。相手に当たりスローインです。ホイッスル、チェルシーボールです。選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。さあペドロで変わって、ゲームの中心になっていましたからね。さあ残りもう10分切ってますね。82分8分です。アンドレアス・クリステンセン、ここはインターセプト。ゴーザー、ちょっと中盤でパスミスというか、ね、パス引っかかってますよ今日。全く諦めていませんね。さあ3人目いこう。3人目3人目などうか。パワさん、チームの力を信じています。ここは期待に応えて同点に追いつかないといけません。ちょっと足の止まりかけていた選手に代わってフレッシュな選手が入ります。ファンヒンケル、バチュアイ、おい、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ここはうまく取りました。取って、相手の動きをよく見ていました。スペース、ケネディがいいとこ入ってきて、このボールは決定的。いやー、さあどうなる。ここよここよここよ、こういうとこよ今日。相手を突き放すチャンスでしたが、ゴールキーパーのスーパーセーブに阻まれましたね。ね、中盤なのでこのままなら勝利できますが油断はできません。グロス、何をしてくるのか。あれでちょっとね、勢いついちゃったらダメだよ。ちょっと福西さん、スタジアムの空気からサポーターはこのゲームに相当入れ込んでいるのが伝わってきますね。はい、自分もプレーしているつもりで。抜け出しまではね、完璧だったけど、ケネディ、そっからさっき言ったそっから。ここはボールをキープ、ディフェンスをものともしません。ダメが、はい、クリステンセン、ね、強い。バカ横、バカ横、いやー、このゴールは入りません。決まっていればとても重要なゴールになるところでした。惜しくも外れましたね。
監督も悔しいでしょうが、シュートを打った当人が一番悔しいでしょう。決まりそうで決まんないなっていうのがずっと前半の、ね、終わりから続いてます。同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょうか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。さあマルコ・ファンヒンケル、ケネディに見事なスルーパス。いやー通る。さあどうする。ファーポストにクロス来たい。オッケーバチュアイ、圧倒的内容で試合を支配しています。オッケーオッケー、やっと決まったよ。綺麗に決まりました。完璧なタイミングのボレーでした。違うアングルから見てみましょう。さあバチュアイ今日2ゴール目、試合を決定づける3点目のゴールですね。さあ時間はもうアディショナル4分になろうというところですね。チャンスにできるか。スケロット中に入れてくるか。いいボールでしたがここはクリア。さあここでホイッスルが鳴って、試合終了。試合が終了しました。さあ新年一発目、1月1日、3対1で勝利しまして、しっかりと勝ち点3積み上げていきました。ちょっとね最後どうなるかっていうところでしたが、ねバチュアイ最後一発決めてくれて、なんとか勝利となりました。さあということで、試合ハイライト見て終わりにいたしましょう。ボールを運んでいます。抜いた。周りを確認したい。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲーム。ペドロ、近距離から決めてきました。これはマルコス・アロンソ、中の選手を狙ってきた。キーパーは止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。中に入れたい。思い切りよく放ったシュートはクロスバーを直撃。ミドルレンジから狙いましたが、狙える位置です。どこまでドリブルするのでしょうか。反撃が始まるか。おー、綺麗に決めました。さあどうする。ファーポストにクロスを入れた。ゴール。圧倒的内容で試合を支配しています。さあということで、ブライトンとのゲーム3対1で勝利いたしました。いきましょうインタビュー。Can you chat to us for a second about the match?
2ゴールのバッチライですね。バッチライ素晴らしかったです。さあ連勝記録がまたね伸びました。何連勝だかもう分かりません。すべて選手のおかげですね。ありがとうございます。さあ勝利を確信していましたかということですが、誰にも分かりませんと。はい、勝負ですかね。はい、ありがとうございました。さあということで次回はもう2日後カップ戦ですね。早いな。おお、ジルーへ移籍は来てる。さあコバチッチ今以上の活躍期待しています。レンタル値が最適な選択肢を検討した、成長してください。さあ売却決定的にあります。ぜひお互いにとってベストな選択だと思います。分かってもらえて嬉しいです。さあジルーへ移籍法が来ました。ポルトか。いやーでもちょっとな、ポルトはな。ポルトか、そっか。いやでもフォワードな、減っちゃう、減っちゃうんだよな。そうするとフォワード、どうするか。2人じゃちょっとね、さすがに回せないかな。一旦保留でいこう。とりあえず日程進みましょう。さあ、オドイへの移籍は、オドイか、まあオドイなら出してもいいでしょう。任せます、なるべく。なるべく高めでお願いします。これぐらいで、すべてこれぐらいでお願いします。でバッチュアイね。すげえ超遺跡オファー来るじゃん。いやバッチュアイはちょっと出せません、ごめんなさい。拒絶です。さあでここまで来て、ネマール行くか。まだダメよ、金が。とりあえずあれだな、誰か一人まあ出さないとちょっとさすがに厳しいっすね。お金的に。はい、じゃあ次回は、エミレーツカップでございます。 FA カップ、アウェイでバートンとのゲームになります。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。よければまた見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。